古代道路の例。東山道武蔵寺跡日本の古代道路は、古代日本の道路、または道路網を指す。特に、中央政府、律令体制構築期の政府が、飛鳥時代から、平安時代前期にかけて計画的に整備、建設した道路、または道路網を指す。例文、資料には、道路自体の整備に関わる記述は残っていないが、駅、駅路、駅場 天満の名が見られ、駅の制度と天満の制度とを合わせて、駅伝制と呼ぶ。駅路は、発掘により、地方では62メートル、都の周囲では2442メートルに及ぶ広い、福音を持ち、また、路線形状が直線的であるという特徴を持つ。当時の中国における、道路制度の強い影響が想定されている。直線道路は、 まず7世紀初頭の奈良盆地で建設され始め、7世紀中期頃に全国的な整備が進んでいった。そして、8世紀末から9世紀初頭の行政改革により次第に衰退し始め、10世紀末から11世紀初頭に廃絶した。天馬は軍ごとに後藤を置く規定があり、中央から国府へ向かう使者及び赴任する国司が、その度に用いることができた。ただし、 各国内部で軍を行き来する交通路については定まった制度は律令に規定はなく研究者によってその存在について説が分かれる存在すると考える研究者は捨て性や電路の用語を用いる場合がある日本における道路建設が始まったのは5世紀だとする記録もあるが詳しくは分かっておらず疑問視する意見が多い危機に見られる4 道将軍の記述は行政範囲を指すものであり確実な道路自体を指すものではない。確実なのは6世紀の奈良盆地においてであろうと考えられている。この時代の大規模で主要な交通手段は河川を利用した水運であり、道路は建設されたとしても広い福音、直線的な形状といった特徴はまだ備えていなかった。 しかし、仁徳天皇の時代に一時的に旧都が南波に置かれたことをきっかけとして、すでにかなりの神馬の往来があったことが、周辺にこの時代の遺構が多くあることからも伺い知れる。直線的な道路が計画的に整備されたのは七世紀からだとされている。奈良盆地では七世紀初頭に以前の旧都が置かれた盆地中央部から当時の旧都が置かれていたアスカへ向かう。 阿部山田道などの道路が建設され、6世紀末から7世紀末までの水戸天皇朝を中心とする時期に、アスカから奈良盆地を北上する南北の直線道路が平行して3本作られるとともに、それに直行する東西の直線道路が河内方面へ向かって作られた。また、河内平野では、京から南下する。 直線道路が南波に通じており、これら二つの王子を結ぶのが日本最古の環道、竹内街道である。これらの道路は36から42メートルという非常に広い福音を持っていた。こうした直線道路の出現の背景には、7世紀初頭に派遣された小野の妹子らの遣隋使と関係があり、古代中国の隋との交流から、 大和朝廷に派遣された隋からの施設団を迎え入れるために朝廷が道路整備に力を注いだのではないかと考えられている。古代は陸上の交通ではもっぱら徒歩、土走であった。牛馬などの家畜は当時は高価で貴重な財産であり、またこの頃は二座の運搬を陸層で大規模に行われることは少なく、火災は現地調達が基本である。街道を整備する。 最も重要な理由は、情報伝達と王冠による、情報交換であり、高速に移動できる馬はこのために利用された。しかし、長距離の伝達経路を確保するには、人馬を急速させたり交代させたりする設備が必要であり、従って、艦道の整備と,とともに、駅馬、天馬を育成、調達、管理というし、馬屋を置き、これを厳格に運営しなければならなかった。 大化の改新により646年正月に出された改新の御事の売りで初めて刑市を治め、機内国市、軍事、石災、石膏、先森、駅場、天魔を置き、及び鈴千切りを作り、三画を定めよ。竹部健一著《道路の日本史、P35 より。とあり、駅伝制を敷いたことがわかる。これを一般的には宿駅天魔制度という。 宿液としての機能は、街道に沿って、中央の支所として置いた各国の国府や軍がが兼ねた場合が多い。直線道路網の全国的な整備は、これを契機として計画的になされ始めたのではないかと、する説がある。海進の御琴乗りについては、その信憑性をめぐって根強い論争が続いているが、発掘調査などによれば、全国各地、特に、 関東地方や九州北部で直線的な道路が多数発見されており、少なくとも大火の改新直後には機内及び山陽道で直線的な駅路や駅下の整備が行われ、680年頃までには九州北部から関東地方に至るまでの広範囲にわたって整備が進んだようである。日本では急流のためにとかが難しい河川があるため水駅も置かれた。 日本の駅伝制は8世紀に制定、施行された律令において詳細に規定された。律令の駅伝制は、駅間を継いで駅場を往復させる駅路と、駅から天馬を使って国内に情報を伝達収集する電路から構成されていた。資料には、駅路は、駅道、大道、通る道などとも記載された。また資料には、電路の用語は見当たらない。このことから、 制度として明確に道が定められていたこともまた名称もあったわけではないと思われる。駅路は中央と各国の国府との間を馬を使って迅速な情報連絡を目的とした路線である。国府と国府との間は途中に30里ごとに馬屋が置かれ、それらは最短経路で直線的に結ばれた。立領の地方制度は動きな道といい、 中央である五木と地方である七、道からなっていたが、七道のそれぞれに駅路が引かれた。駅路は、重要度に応じて、王子、中寺、工事に区分され、当時、国内最重要路線だった中央と太宰府を結ぶ、山陽道と西街道の一部が、王子、中央と東北を結ぶ東海道、東山道が中寺、それ以外が工事とされていた。駅下に置く馬は、 大地で20頭、中地で10頭高工地で5頭と定められており、死者が駅場を利用するには、駅令が交付されている必要があった。駅路は重要な情報を、いち早く中央地方の間で伝達することを、主目的としていたため、路線は直線的な形状を示し、旧来の集落、拠点とは、無関係に路線が通り、道路幅も92メートルと広く、地域間を結ぶ、 幹線道路としての性格を色濃く持っていた。実際に古代駅路と高速道路の設定ルートや駅化とインターチェンジの設定位置がほぼ同一となっている事例も多く見られる。奈良時代最末期から平安時代初期にかけて行政改革が精力的に行われたが、駅伝制においても駅化や駅は天間の削減などが実施され、電路は 次第に駅路へ統合されていくこととなった。ただし、地域の実情と無関係に設置された駅路は次第に利用されることが少なくなり、従来の電路を駅路として取り扱うことが多くなった。これに伴い、従来の駅路は廃絶していき、存続したとしても6メートル幅に狭められることが多かった。10世紀前期に編算された演技式には駅路ごとに 各駅名が記載されており、これをもとに当時の駅路を大まかに復元することができる。しかし、駅伝制は急速に衰退していき、10世紀後期、または11世紀初頭には、名実ともに駅伝制も駅路も廃絶した。実令では、軍ごとに天馬がごとを置かれ、中央から地方への使者、新任国士が用いることができた。 天馬群河に置かれ、それらを結ぶ道が主に用いられたが、駅路が兼ねている道もあったと考えられている。群河を結ぶ地方交通道に関する仕組みや整備については、資料に残っていないが、群河間の情報伝達も担っていたと考えられ、研究者は、電路と呼ぶ。電路は、律令制以前からの自然発生的なルートなどが改良されて整備されたと見られており、 道路幅が6メートル前後であることが多い。律令国家の支配下に置かれた民衆は、戸籍、継承、御歩、籍などのシステムによって、本願地に縛り付けられる一方、幼鳥の運客、官物の共振、先森、栄氏市長などとしての徴用などによって強制的に、都市間の往来を命じられるなど、国家に移動を統制されていた。 特に幼鳥割黒かつ人力での中央への輸送が強制されていた。これは、車、船などを持てるのは有力な地方豪族に限定される、ために車船による輸送を認めると納税に豪族の介入の余地を生むこと、さらに民衆にと一種の舞台装置として見せることで、民衆に国家的な共同幻想を抱かせる演出を図ったとする見方がある。その一方で、 官人は、軍家や駅下での宿泊は認められていたものの、民衆は、沿道の民家や小規模な寺院、道場を借りて宿泊したり、野宿をしたりしていたと考えられている。国家にとって、幼鳥が無事に都に届くか否かは、重要な問題であったと考えられているが、具体的な政策については、不明なことが多い。大化の改新直後に、旅人など、 外部の人々を汚れであるとして、払い所を共用する行為を禁じる命令が出されたり、平安時代前期に国家が不正屋を建設したりなどの措置が知られているが、多くは沿線の豪族や寺院、地元住民の力によるところが大きかった。また、都機関の強制的な往来や、それに伴う都への人口の密集は、人々が都において病原体に接触する危険性を高め、 さらに、それを故郷に持ち帰ってしまう可能性を生み出し、それが、律令国家の下で、たびたび発生した薬病の流行拡大につながったと、する見方もある。もっとも、陸路かつ人力での中央への輸送の強制は、本州以外の地域では、実施が困難であり、8世紀後半から、海上輸送が、本格的に導入されるようになると、他の地域でも、この原則が崩れ始めた。 やがて、素養調制度そのものの衰退もあり、租税や官物は、地方官が責任を負ってとに運ぶようになる。このため、民衆が、強制的に都市官の交通を強制させられることは、なくなり、また、戸籍制度の衰退で、本願地に縛り付けられることもなくなったものの、民衆の都市官交通は大幅に減少したために、布施屋や小規模寺院、道場なども荒廃し、 律令国家機とは別の意味で民衆の移動は困難になっていった。広い福音と長大な直線形状を示す古代道路は、特にアスカ時代、奈良時代に建設された駅路に多く、これを前期駅路という。前期駅路は多くの場合92メートル、機内に近い地域では20メートルの道路幅を持ち、平野部においては直線形状が30キロメートル以上に及ぶことも、 あった。丘陵地帯においても、斜面を切削し、谷間を埋め立て、直線形状を保つよう設計されていた。また、駅路の両側には2から4メートルの側溝が設けられた。側溝は、駅路とその周囲を区分するとともに、路面上の排水などの役割があったと考えられている。実際、静岡県静岡市青池長沼、 駿河区東静岡の局近北遺跡では、1994年4月から1995年5月にかけて、東静岡駅前開発に伴い行われた発掘調査で、古代東海道と推定される直線道路が発掘され、その規模は道路幅約9メートル、速攻幅2から3メートルであったことが確認されている。電土は、 旧来からの交通路が改良されることが多かったが、場所によっては、駅路と同様に直線形状を示すこともあった。道路幅は、発掘調査によれば6メートルであるケースが多いが、必ずしも規格が設定されていたわけではなさそうである。また、平安時代に入ると、駅路の道路幅が電路と同じく6メートルに狭められ、これを後期駅路という。後期駅路では、 前期駅路の路線が踏襲されるのが一般的だったが、異なる路線が設定されたり、電路を駅路とする例もあった。発掘された駅路は中央部がわずかにくぼんでいることが多い。これは往来する陣馬に踏み固められたものとみられる。くぼんでいることにより、おそらく道路中央には水たまりができて往来に支障を来すだけでなく、 道路の維持管理にも多大な労力を要していたと考えられる。また路面には鉄と思われる跡も見つかっている。以前は古代日本で車が用いられることはあまり想定されていなかったが発掘結果からはかなり頻繁に車が使用されていた可能性を指摘する意見もある。道路の建設に関することはほとんどわかっていない。 建設には非常に膨大な労働力を必要としたはずであるが、労働力をどのように調達したのか、労働力を賄う費用は誰が負担したのか、などは資料がほとんどないこともあって判明していない。また、一定の福音で長大な直線形状を持つ道路を作る技術についても分かっていない。おそらく、中国の測量技術、土木技術がもたらされたと考えられるが、 詳細は不明である。中国から技術者が帰化したのか、日本人が中国の技術を学んだのかもわからない。どのような広報により道路が建設されたかも明らかとなっていない。駅路は中央と地方間の情報伝達のためのハイウェイとして位置づけられていたが、その目的だけとしては、福音が広すぎるという問題がある。広い福音で直線的な道路には、 いくつかの性格が与えられていたと見られている。一つは外国の品格に見せるためのデモンストレーションだったとする見方である。外国からの死者が特に往来する山陽道は王子とされ他の駅路より広い道路幅を持つとともに多くの駅場と瓦吹きの馬屋を備えていた。このように国が外国に示すための役割も追っていたのではないかと考えられている。 しかし、すべての駅路を外国施設が通過したわけではない。そこで地域の豪族、住民らへのデモンストレーションだったとする見方もある。地域の経済力、技術力では建設し得ない規模の道路の存在が、中央政府の強大な権威を誇示する役割を担っていたとしている。また、軍用道路としての性格を唱える見方もある。世界各地の古代道路を見ると、 軍事的な性格を持つ者が多く、日本の古代道路もその例外ではないとする。また、律令において、駅伝制は、兵部省の所管となっており、飛鳥時代から奈良時代にかけて行われた軍事活動のために駅路などが整備された可能性も、ある。古代道路は、地域計画の基準線となることもあった。核平野部での上理が駅路を基準に設定されていたり、 駅路が国境となる例もあった。国府や国分寺などの位置関係が駅路を基準として決定されたと思われる事例も多くあった。路線の復元には資料から童貞を試みる歴史学的な方法と現在までに残る痕跡をたどる地理的考古学的な方法とがある。あるいはこれらを総合的に組み合わせて復元が行われるが、資料には不確実なものが多く、 地理的に発見される例が多い。最終的には、考古学的な発掘などの手段で確認を行い、直線的な平坦地形と並行する道路速攻が発見されれば、古代道路であった可能性が非常に高い。これまでの成果として、張間国内の山陽道駅路は、地名やを上を状態、地割り痕跡、発掘調査などからほぼ全てのルートが判明した。国分寺市からは、 約300メートルにわたって12メートル幅の道路以降と並行する道路速攻が発掘され、古代の東山道を武蔵城だったことが分かった。しかし全国的に見れば大多数の地域で路線復元がほとんど進んでおらず、大きな研究課題として残っている。従前、日本の古代道路は細々とした象形、獣道だと考えられてきた。 1970年に古代日本史研究者の騎士、敏夫が、上津、道、中津道、下津道などが直線的な計画道路であったことを発表し、古代道路の研究が一気に注目を集め始めた。1970年代には多くの研究者が古代道路の調査研究に傾注し、直線的な計画道路が全国に及ぶこと、広い福音を持つことなどが判明していった。 1980年代後半には、全国的に古代道路の発掘調査が行われ、古代道路が考古学的な裏付けを持つとともに、その実態も明らかとなっていった。1990年代には、常日の静岡市局金北遺跡発掘調査の実例などから、古代道路が直線的で大規模な計画道路だったことは常識となり、多くの地域で、 郷土市の一環として、古代道路の路線復元などが試みられるなど、詳細な研究結果が発表されていった。しかし、古代道路が古代日本の社会において、いかに位置づけられ、いかに変容していったかなど、新たな研究課題も浮上してきた。現在までに発見されている日本最古の道路は三内丸山遺跡の幅12メートルの舗装道路である。 危機神話の記述の信憑性はともかくとしても、西国と奈良盆地を結ぶ交通手段は、まずは大和川や熊野川などを利用した水運であった。この過程で、河地湖に面した住吉津な庭津などが開かれ、陸側の要衝として重要度を増していた。東京都国分寺市では、東山道が発掘されており、その直線道路跡の道幅が12メートルあったほか、 群馬県では道幅13メートルの道路が約10キロメートルにわたって直線的に続いているのが発見されている。ありがとうございます。